はい、素材じまじめじめと、多分ね、こっちだな、いるの。最初に言ったふわふわ島っていうところは、はい、じゃあ前回の日から、ふさふさ島、なんか動物多そうだね。いいんじゃない、ふさふさしてて。はい、じゃあ素材島、ふさふさ島へ到着しました。見つけたら片っ端からチェックするでやすよ。風のマントで飛べばいけるはずでやす。あれか、とりあえず鶏を捕まえないと話にならないってことだね。この辺の箱使うかわかんないけど、全部。あ、木材か。木材、完全にいける。え？ちょっと待って。飛べなかった、今。なんで？あいつ嘘ついた？ま、風のマント、発動しなかったけど。びっくりした。コイミスライムいっぱいいない？オモガイもなんかいっぱいある。コイミスライム倒したいな。どんな素材が手に入るのか。あれ？あれいなかった？コイミスライム。あ、いるじゃん。これ、これ貝。何？巻き貝。やった！薬草の肌。コイミスプライム倒したら薬草の葉くれるじゃん。あ、こもりやがった。桃がいよし、行こう。これ何？キャベツだ。あ、いいね、草いっぱいあるな。ちょっと薬草の種、なんだ、何の種これ。あ、トマトじゃないこれ、違う、桃がき。とりあえず桃がき食ってみるか。増えるじゃん。巻き貝は増えないか。飾りなのか、これ。何だ、なるほどね。お、あれ何？見たことない。花びらがまとめて手に入ったけど、どこだ、ニワトリ、どこいる。あ、こういうこと。つまり、なるほど、そういうことか。これでチェックしていくってことか。土、石は、チェック、小さな草、やっはー。さっき石もあったよ。これ多分あれだよね、マスしてくるんじゃない。チェックできない。素材をチェックするっていうより、あれか、なるほどね。
鶏はどこにいるのか。鶏がないけど、アポチェック、クナの大木、ヨウ、なにあれ、ライオン、あ、ゲレゲレだ、ゲレゲレ、また空腹じゃん、コンボ、めっちゃお腹空くの早くなる、ゲレゲレ倒したらなんか出るかな、魚、鮭だ。これ何？トマトか。あ、いや、ごめん。チェック。また発見。なんだよ、めっちゃここあるじゃん。チェック。いちご、いちご。マジか、これは。持って帰れる。イチゴの種、オッケー、桃がき、いいね、で肝心の鶏がいないんだ、やはあるな、これみどりの花、ニワトリどこにいるの、桃色の花、ゲレゲレだ、やはー、こうやってチェックして回って、にしても鶏なんかいねえな。あ、犬だ。後ろからそーっと近づいて。カブキン。あ、名前作れない。犬を発見した。やばい、ゲレゲレがついてる、ニワトリいねえな、どういうこと、実はいない、この山の上登らないといけないっていう可能性あるよね。チェック。木山つぶす。なんとか。木山が。やはー。からどうやって登んだ。石をか。持っていけるか、いけるな、よっよっよっ、お、せ、青い花、イエーイ、で肝心の鶏ワイヤー、キメラ、肝心のニワトリワイヤーどこにいんの、結構なとこまで来てるよ、あれ何、お化け、
いる？鶏っぽいの。いや、見当たらないね。上から。いなくない？困ったな。マジでいないな。この感じだと。素材島とは言うけど、素材ねえぞ。あっちも行ってないか、まだ。鶏。いや、いないぞ。まさか水場にはいないよね、鶏。動物。動物、犬じゃダメだもんな。食えない。桃貝は。あ、キャベツある。はい。どこにいんの？チェック。やっはー！結構な数チェックしたぞ、これ。何か見つけたぞ。知ってんねん、お前。種だろ、これ。って何？イチゴの種じゃん。イチゴの種はさっきさ。いや、悪くないよ、イチゴ。悪くないんだけどさ。今は鶏が欲しいんだよね。いやー、参ったな。桜の木。桜の木植えてえな。何か見つけた。いや、もういいよ。これ何？土の巣穴。やっはー！よっ！壊せないんだ。ブナの切り株。イェーイ！お？何？こいつが出てきたのか。ワンワン言ってるけどいいや。とりあえず。欲しいものじゃないんだな。お！え、なにこれ？すげえ。ビルダー百景。過去に行われたコンテストの入賞作品だ。よく見て君のビュートの参考にしよう。うわ、すげえ。すごいな、なんか。すごいな。農民のリゼだ。よし、行こうぜ。わー、すごい。これ壊して持って帰れる？いや、ひどいこと考えてるかな、それは。桜の木とか持ってきてけどな、これ。壊せないのか。あ、壊せるじゃん、一応。でもほんと消えて終わりだね。素材が出るわけでもなく。へぇー、すごいなぁ。あ、布団とかない。中見たいな。うわ、すごい。お茶屋さんか、これ。東海道のお茶屋さんみたいな。そうなのかな、これ。ここで、お団子食べたり。へぇー。すげえ。なるほどね。いいね、よく考えんね。木層だって。イェーイ！木層か。木層持っていけるなら、木層の種いっぱい持ってこう。何使うかわからんけどな。はいはいはい。
とりあえずね。犬も仲間になって。はい、素材島ジメジメと、多分ね、こっちだな、いるの。最初に行ったふわふわ島っていうところは、300必要だったんだよね、ハートが。でもこっちは50なんで、絶対順番的にこっちからだ。なんであっちを選んだのか。ほんと間違えた。こっちに鶏がいるでしょう。で、またチェックして回らなきゃいけないんだよね。やっはー、垂れた木、こんだけよっ。ゾンビがいる。魔導ハンド、ウーナー、これは桃柿でしょ。あれ、桃柿は違うのか。なるほどね。沼地っぽいやつ、砂漠草、お、あれがいっぱいある。これこれこれ、ガマ草。はいはいはい、コケマジンの泥。コケマジンの泥、ちょっと、なんか使えそうだな。ただの石だ。なんだ。で、イバラ。これは絶対使う。なるほどね。で、どこにいんだ？鶏は。この木は関係ない。鶏はどこですか？いないな。あ、ポケモン下大きいし。森がある。あの森とかいそうだな。よし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 。まあ、一瞬チェック出たな。ブナの木。やはー、切り株とかあるでしょ、絶対。イエーイ、オッケー。えらい、でもあれだぞ。岩場だけど、こんなとこにいる？本当に。まあ、ない。どこだ、ニワトリ。いなさそうだけどなぁ。この辺全部岩場。岩場と泥地。あっち行ってみる？強いモンスターが現れた。誰？キラーパンサーが。でかいやつ。とりあえず倒すか。勝てなくはなさそうか。どういう攻撃？頑張れば勝てそうな気がするけど、勝つことによってそれなりの旨味がないと面倒くさいと。指導がやっぱ強いな。主人公の倍ぐらいの攻撃力ある。はいはい、三連撃ね。このボス的な感じなのか。こいつ倒したら鶏出てくる。はい、勝てるか。これは勝てそうだ。
あ、こっちにする。いや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 、待てよ。荷物、食べ物、食べ物。あー、焼きそばいいや。はい、これで半分。はい、3連撃。よし、これで半分。いって、ゴリ押し、もうゴリ押し、ゴリ押し。キラパンゴリ押し、ケツ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 。ね、はいはい。いって、はい、ゴリ押し、ゴリ押し。よし、赤になった。もうちょい。危ねえ、危ねえ、危ねえ。こんなにダメージは食らわないけど。さった死体が、うわ、さった死体もちょっと強いじゃねえか。危ねえ。指導めっちゃ強い、全然ダメージ食らってねえじゃん。はい、オッケー。何、キラーパンサーの像いる？いらん、いらんよ。欲しいのは鶏だよ。どこだ？いた！いた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 ！お前お前！静かに、はいはい。モンスターが来てるから。モンスターが来てるから。逃げちゃう。ちょっとチェックして。モンスターが来てるから。ちょっとこう。モンスターが来てるから。いや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 、もう邪魔お前。猿、猿。オッケー、よっしゃ。で、この辺は何だ。あー、紐になるのか。なるほどね。お、なんかいるぞ。チェック、枯れた大木。やはー、動く大木あるけど。よし、戻ろう。戻ってきて、それで卵。これでもね、ん？モンゾーラの近くに金属や鉱石って、ああ欲しい。
なるほどね。はい。いや、この鶏はさ、これオスなのよ。こういう基本的にトサカがある、赤いトサカがあるやつはオスなの。だから卵産まないの。基本メスってあの茶色いやつ。空っぽ島でのものづくり順調ですか？妹のリスは元気でやっていますか？時折、キリス様が暴走しておかしなものを作ろうとしますが、モンゾーラでは毎日健やかな働きで私のパン作りも順調です。どうかもしねこさんもリスたちと一緒に元気のお越しくださいね、と。はい。ソフィーからでした。で、鶏が来たから、お、これで皮完成か。はいはい。で、畑も結構できたんじゃない今やってるうちに。あー、微妙だな。言うほど進んでねえな。牧草の種、小麦、ん、あ、全然進んでねえじゃん。なんだ、チッターできてると思ってた。はい、ちょっと何人か畑の方行ってくれんかな。を耕してほしいのよね。え、どこ？ここじゃないのか。よっ。よっ。お腹すいた。なんか食べる。パン、パンなくなっちゃったな。こっちにやろうか。で、反対側だよね、多分。あっちか。え、違うじゃん。エリーゼ顔がないんだよな。モブノーミーだ。ああ、もうやっといた。なんて綺麗な景色なんでしょう。喜ぶのはまだ早い。はい、はさらにもう一声、この皮を大きくしたい。最初の高台の近くまで戻るのだ。はい、あんまり早く行きすぎるとドルトンがついてこないから。この辺か。ここにもかつて川が流れていたようで。ああ、なるほどね。オッケー。感じ。やはー、石灯の噴水。あ、めっちゃいいじゃん。こっから水流すか。どう、
は別にいらない。ごめん、水がないじゃん。なんだよ。はい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 。よっ。じゃああれを壊せばいいのか。壁をぶっ壊せばいいですね。水が通るトンネルにしなければならんのか。敵か。でしかも掘るの。あ、溺れるって。これ以上は溺れるって。あ、まだ。あ、ここじゃん。ほら。オーケー。よいしょ、つながったわ。おい、オッケー。え、つながったよ。でも土全部壊さなきゃいけないみたいなオチなの。取れてるよ。つながったぞ。はい。はい。あ、やっといけた。オッケー。
よし、行くぞ。おお。やったな。大ポンペリバーになったっすね。敵か。うん。カニ。雲台ガニだっけ。で、あ、ちょっと強い。硬いね。お客さんに紛れてありまして、ね、戦えるのってどれくらいしかいないのかな。ジバフだ。 OK。 カニがカーニバルとか本当犯人してほしいってお前。島には野生の魔物も住んでるんですね。いいね。あとはこれが周りが緑だったらもう完璧だね。まだなんか枯れ果ててるから全部緑にしたいな。この場所にみんなの家や畑を作っていくの先に作ったぞ。えい。ただ次の島行けるんだ。他人の爪。浮き輪。いや、いいじゃん。浮き輪。浮き輪作って、ちょっとこの池のところに置きたいな。はい、白じじい。あ、早い。これの中で何かな。地図で上から見れば景色を作ったことがよくわかるはずです。草原や木ばっかり作ってるわけにもいかないわ。次なる大きな島に行くべき時かもっすね。よっしゃ、行こう。お、畑ができてる。マジお前らほんと畑作っとけよ、ほんとに。これマジだから。扇の種。マジで本当に畑作っとかねえと食料が困るな。あっち側はキビとトマトにするか。あ、イチゴ？イチゴの種ってなんかあったよね。イチゴ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 ってそのままで生えるの？緑の花のトマト、キャベツ植えてかない。小麦とキャベツがいっぱいあればとりあえず野菜炒めと、まあ、肥料もできるしね、小麦は。でパンも作れるから割とこの辺りは重要だぞ。あ、待ってんだよ。
け。ここだけ早いとお互い少しめっちゃみんな遠いですよ。はい、じゃあ今日はここまでですね。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。ぜひ次回の動画も応援よろしくお願いいたします。